すする TV ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、千葉県松戸市に去年オープンしたお店はこちらです。どん、 JR 松戸駅から徒歩3分くらいのところにあります麺松風さんにお邪魔してます。こちら松風さんは2021年の8月にオープンしまして、そろそろ1周年を迎えられますということで本当におめでとうございます。店主さんがですね、なんと豚骨ラーメンを看板メニューにして全国に展開している一風堂さんで、長年もう20年以上働いてらっしゃった方らしく、その修行経験を生かした小ゆか豚骨を提供しているお店らしいんで、果たしてちょっと一風堂出身の方の豚骨ラーメンどんな一杯なのか非常に気になるということで、早速行きましょう。さあ、というわけで松戸駅到着しまして、麺松風さんに向かってるんですけれども、この松風さんね、まあ噂もちょいちょい聞いてたんですけど、結構ね、僕あのいわゆる YouTube のコメント欄、まあ一応全部見てて、コメント欄にはね、普段の動画に対する感想であったりとか、まあ各々の、まあ、考えとかね、まああとね、おすすめのラーメン屋さんを書いていただけることも結構あるんですよ。でやっぱり、ね、1回とかなんか単発だけのおすすめだと、まあ、記憶のほんと隅に留めておくぐらいの常磐線、おい、まあ、1回ぐらいのコメントだったらね、記憶の隅、常磐線、1回のコメントぐらいだったらね、あの記憶の隅に留めておくぐらいの感じになっちゃうんですけど、まあ、毎日ねコメントをくださる方がいらっしゃったりするんですよ。このお店行ってください、このお店行ってくださいみたいな。これでね、過去も何度か、そういったお店に行ったことあるんですけども、今回の松風さんもそのパターンでして、駅からね3分ぐらいですね、お店着きましたので早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、麺松風さん注文せです。今回は小床豚骨肉入りと味玉、さらに麺類注文の方のみ無料の生卵と、これまた無料の薬味もいい感じに通りました。麺の硬さを選べるので普通でお願いして、常連さんたちと店主さんが楽しく会話している様子を伺いながらラーメンを待ちます。おつまみやアルコールも充実しているから、飲んでから締めにすするのもいいんだろうなと思いを馳せていると、もしやあれがすするの注文したラーメンかな。やっぱりすするの注文したやつだ、ヤッホー。こちらが麺松風さんの小床豚骨肉入り味玉トッピングです。うおー、店内やお店の外まで漂っていた豚骨臭が着丼と同時により鮮明になり、小床と称していますが、スープは乳化させないチンタケだぞーい。チャーシューの並びもやべえぞってことで、いただきます。ではまずスープから飲んでみましょう。はっはい。ベースとなる豚骨は香りが豊かで、旨味もしっかりありながら、醤油ダレが前に出ているキリリと引き締まった味の豚骨スープ。なるほど、そうきたかと、まるで孤独のグルメの時の松風豊さんのようにしたたかに飲み進め、なんといっても意外とありそうでない味わいで、スンスン飲み進められてしまう魅力を持ち合わせています。さあ、お次はチャーシューの下から麺を引き上げ、 1,2 のスズル。そがん、細麺まではいかない中細麺で、しっかりとしたコシのある風味豊かな麺。硬さは普通でお願いしましたが、サクサクと歯が入る食感もあり、すすり上げると豚の香りもさらに強まり、スープとの一体感を見せつけてくる。この高揚感はまるで松風しげるさんが愛のメモリーを歌う姿を見ているかのようで、ごまの香ばしさや九条ネギのアクセントもナイスミチュー。スープの時もそうでしたが、麺と一緒になるとさらに動きが加速して食が進みます。さて、今度はチャーシューをパクリ。おはい、キリリと醤油が立ったスープであることを再確認させてくれるような味しみしっかりなもので、もちもちとした弾力がなんともスズル好み。脂身もジューシーでうんまくて、これはなんとも米と合わせ食いして、でもこの後絶対あれするからな。てな感じで、キクラゲのコリコリ食感も豚骨スープに情緒を与えてくれて、単体で食らってもよし、麺に絡めてもよしなバイプレイヤー。それではお気に入りのチャーシューをもう一枚食らったら、ここでクラッシュニンニクへずりを投入して替え玉をお願いしましょう。ちなみに替え玉も麺の硬さを普通でお願いしました。早速スープに投入したら、無料で取り放題の各種薬味もライドオン。準備ができたらすすってみましょう。くー、スープのベースの旨味がしっかりとしているので、薬味のノリもよく、フレッシュなニンニクのライブ感はヒーローの時の松風子さんのメガネみたい。
米を我慢して替え玉した甲斐があるってもんで、まあ実際米も替え玉も両方やればいいんじゃないかという声も聞こえてきそうですが、そういうのも全部この生卵に包み込んでもらいましょう。醤油が立ったスープなのでまろやかかつ卵黄の濃厚な味わいをまとい、じゅるんとすすれる気持ちよさもプラス。ちなみにこの日はなんと毎日松風に行ってくれとコメントしてくださった視聴者の方が偶然いて、実際すすりに来るとその熱意の理由が分かった気がします。ラストは安定の味玉をカプカプと食らって本日も完食です。大変美味しくすすれました。意外とありそうでなかった味わいの豚感感じる一杯でした。それではごそれおう。ごちそうさました。ごちそうさました。いやいや、はい、ごちそうさました。常磐線、おい常磐線、もうお店出た瞬間にプーって、というわけでね、麺松風さんで、小ゆか豚骨ラーメンいただきました。いや、うまかったですね。お店の外にね、しっかりこう豚骨の香りがガンガン出てきてるだけあって、もうスープの方もね、豚骨の旨味、そして香りがしっかりと溶け込んでいて、一口スープ飲んだ時の豚感にはね、結構圧倒されるぐらいかなりパンチがあったんですけど、まあ、やっぱ豚骨ラーメン好きなんでね、あの豚感はちょっと癖になるものがありましたね。麺は茹で加減普通でお願いしたんですけども、まあなんか硬すぎず柔すぎずで、意外とこうなんかサクッと歯が入るような感じの食感で、あの細麺もほんとサクサクすすれるような感じですごく美味しかったです。あとチャーシューうまかったな。あれ何だったんだろう、しっかり味ついて、なんだろうな、脂身がこうなんていうんですかね、こうぺったりとしてるというか、まあ、バラ肉だと思うんですけど、なんかすごくいい脂身のつき方してて、味もしっかり染みついてね、あのチャーシューで米食いたかったっすね。うん、あと今回ね、松風さんに行った理由が、その視聴者さんからのコメントっていう話だったんですけど、そのコメントしてくださった視聴者の方がいらっしゃいましてね、まさかの常連さんとかも結構いらっしゃるみたいで、あのお昼からね、ちょっとビール1本飲んでラーメン食べるみたいな、まあ、あのチャーシューでめちゃくちゃビール飲めそうだったな、すごく美味しかったです本当に。うん、私する YouTube のコメントはね、すべて目を通しておりますので、ぜひぜひね、ここのお店行ってほしいみたいな、いや、皆さんコメントあったりしたらぜひぜひお願いします。まあ普通のも今日の動画の感想でも何でもコメントくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。ついでに高評価もよろしくお願いしますという軽く宣伝を挟んで、うまかったですね、ごちそうした。それではスルの公式キャッシュフレーズ、麺松風さん、松戸に吹いた豚骨の風や生卵つけて食べるのうまかったですね。どうもチャルゾーです。のびです。ホイットボイシラーメン本当にありがとうございます。ありがとうございます本当に。感謝スタイルです。感謝スタイル。コメント。はい。皆様からのコメントにスルTV返信するのびとチャルゾーが返信していくということになっております。はい。コメントいつもありがとうございます。ありがとうございます。まずはこちら。はい。最近ふてこいスルが戻ってきた気がする。おお。ふてこい。ふてこいな。ふてこい時期があったか、やっぱ。最初はね、やっぱすっごい可愛いの。ああ、なるほどね、うん。初期は可愛い。そう。ふてこいする。いつやったら。一回ふてこい期に入る。ふてこい期に入る。お邪魔してますあれは可愛い、 あれはふてこい、ちょっとふてこいに差し掛かってるみたいな、差し掛かったよね、うん、お邪魔してます、お邪魔してます、時期あったから、あったあったそれではブリあれは一番ふてこい、ね、そうブリの時はもうふてこいを感じました、ね、戻ってきちゃいましたか、戻ってきました、はい、そしてね、昨日の動画なんですけど、はい、この乃木坂のね、渡辺美里さんと釣りに行ったコメント、昨日公開です、はい、のコメントになぜかこちらのコメント、え、なんでコメントないのっていう2日前のコメントがついてて、もうこれがね、怖すぎて公開前に、公開前になんかついてて、このコメントが、で、もうだから、え、なんで1日前コメントできるのって、もうみんなを騒然としてます、どうやってコメントしたんだっていう、そうなんですよ、騒然としてるみんな、そう、どうやってんのほんまに、怖いよ、俺たちも分かんない、俺たちもう怖い怖い、見れたってことやな、だからその人だけもう、あの、もう存在しない動画だから怖いから、めちゃくちゃ怖い話これなんでみたいな、そのなんか如月劇的なの、そうそうそうなんでみんないないの、そう俺だけなんてコメントしてるめちゃくちゃ怖いこれ、これは本当にね、うん、夏の魔物です、もう本当はね、うん、現れちゃいました、怖かった、あ、じゃあ書き消そう、はい、いつもチョメレミチョモレミって言ってるすするがいつだかのしょっぱいラーメン以来と新夏のコメントで草ってことで、チョモレミでございます、チョモレミがやほんとコモレミのコモレミのなりバージョンだよチョモレミ、チョモレミ一回も言ったことない、チョモレミ一回も言ったことない、言ったことない、うん、チョモレミがもう辛辣な、もういいわチョモレミチョ